チワード in ディズニーワールド。はい、ウルダネスロッジ着きました。わあ、もう森ですね。着きました。すごいロッジのような建物でいい感じですね。はい、じゃあ入っていきましょう。結構中も広そうな感じだね。ハロー。あ、シルベルちゃん、これ50周年だよ。はい、お、入っていこう。あ、すごい広々してるね。ここの吹き抜けがすごい素敵なんですよ。わー、すごい、久しぶりに来た。なんかいい香りするね。まあ、ここはね、ウィスパーキャニオンカフェ、まあ、これはまた違うレストランなんですけど、ここはね、食べ方のレスファミリースタイルのレストランがあります。食べ方いいですね。わー、天井が高い。メインロッジはね、すごい素敵な感じですね。はい、さあ、アーティストポイントどこでしょうね。ねえ、本当に週末あのコロンバスデーウィーケンドに来てるので、あの連休なんですね、アメリカは。なのですごい混んでます。いや、すごい、こんなに賑わってることはねえ、ちょっとびっくりしちゃいますね。ここのね、あの暖炉の前がまた素敵なんですよ ね、はい、皆さんゆっくりされてますね。お、これ何ですか。薪だね。おー、出ますか。うん、出てみよう。いや、ここいいですよ。なんかリラックス。でね、上こんな感じです。はい、すごい、なんか小川の音がするよ。グランドカリフォルニアにあの行かれた方はですね、あー、なんかすごい感じが似てるなと思われると思います。ね、ますね。ではね、あのアーティストポイントいきたいと思います。このアーティストポイントってこういうことかな。アーティストのものがあるってことかしら。そうかな。白雪姫に関するアートがね、こうやって飾ってありますね。そうね。で、ここからの右になります。はい。で、ここが受付になるようですね。はい。ここがテリトリーラウンジで、ここはね、4時から10時、あの、予約なしで入れるんですね。だけど、アーティストポイントはここの、あの、ここがラウンジです。あ、ここがラウンジなんだね。はい、で、アーティストポイントはこっち側になります。あ、なるほど、なるほど。あ、いや、ちょっとここに入ろうと思ったけど、もう時間が来ちゃってね、ダメでしたね。じゃあ、お願いします。じゃあ、今から入ります。じゃあ、行きます。はい、Thank you。こちらになってます。で、これをね、スキャンしないと見れないというシステムになってます。で、ソフトドリンクがあのコカ・コーラの商品、例えばコカ・コーラとかダイエットコーク、スプライトみたいなものがもうメニューの中に入っているそうです。で、甘くないね、アンスウィーテンドティー、アイスティーで甘くないのも入ってます。ミルクも入ってたし、アップルジュース、クランベリージュース、オレンジジュースもありました。はい、じゃあちょっとスキャンして
してみますね。でちなみになんですけど、スッチさんの下にあるこれですね、有料 の、 あのドリンクメニューもあります。こちらの方カクテル、ビール、ワイン、ノンアルコールのものがあります。はい、はい、じゃあね、まあこちらはね、あのいろいろあるんですが、はい、何があるか教えてください。はい、ですね、まずディナーしかありません。まず一つね、ディナーしかなくてプリフィックスメニューになります。なのでお値段は決められていて、メインをいくつかの中から選ぶという形になります。お値段、大人60ドルです。お子様39ドル。タックスとあのチップの方はね、別料金ですのでご注意ください。それと飲み物はあの例えばお酒とかスペシャルドリンクとかは無料じゃありませんのでご注意ください。全部決まってるのかな。ここで決めなきゃいけないのはソフトドリンクまたは有料のドリンクのチョイスと、はい、メインコースを一つだけ選んでください、はい、ということです。こちらから選びます。ビーフストロガノフ、ロイヤルプライムリブロースト、あとストロールってお魚ですかね、ポークシャック、チキン、ハーブチキン、チキンとかフィッシュ、いろいろあります。この中から一つ選ぶということです。怒ってる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 。
アペタイザープリフィックスなのでね、この木の上に乗ってくるくるこれがね回る感じになります。はい、でこちらの方を説明しますね。これはミートボールに下がパイになっております。でこちらの方ですがシュリンプカクテルですね。で冷製です。こちらがマッシュルーム、ワイルドマッシュルームのクリームスープになります。一口サイズですね。あったかいです。はい、ではこちらの方ね、スッチさんにいただいてもらいたいと思います。はい、これねシュリンプカクテルだね。じゃあこれからいただこうかな。いただきます。うん、エビプリプリ。ソースの味はどうですか？カクテルソースなんだけど、うん、スパイシーさそんなにないから食べやすいお味ですね。癖が少ないですよ。おいしい。タバスコとか普通効いてるけどこれそんなに効いてないので、スパイシーさがないので大丈夫です。誰でもいける感じだね。うん、これマッシュルーム、どうやって食べるのかな。マッシュルーム、ワイルドマッシュルームのスープですね。おー、すごいね、マッシュルームのいい香りしますよ。あ、いい香り。お味が深いよ。すごいね、ちょっととろっとしてるんだけど、すごくねお味が深い。そう、マッシュルームもいいお味が出てますね。お出汁が出てるから、ね、キノコが好きな人にはぴったり。これぴったりぴったり、すごい美味しい。さあ、そしてこちらミートボールが乗った、これねパイの上にねなんか乗ってるみたいなんですが、いただきます。お味付けはねちょっと和風っていうか中華っていうか、なんかすごくね食べやすいって、あっさりしたねミートボールでね、もうどんどんいけちゃう感じです。この3つの味どれが一番フェイバリットですか？これ、あ、スープ、スープが一番美味しいなと思いましたが、皆様ねどうでしょうか？シルベさんどうかな？まだ食べてないんだ、はい、じゃあ1回切ります。はい、はい、こちらねビーフストロガノフが来ました。で一体ねどんなものなのかってねあんまり想像してなかったんですが、もっとねシチューっぽいのが来るのかと思ってたんですけど、茶色いのが来ると思ってたら、な、白いのが来ましたね。一体どうなってるんでしょうか？あれ、パスタみたいなものがありますね。でパスタの下にお肉の塊、ビーフの、ね、シチューが入ってるという感じで、初めてですねこういうのいただくの。お肉がすごく柔らかくて、と噛むのが大変な方でこれすごくいいと思います。柔らかいんだ。柔らかいんです。で上のパスタも柔らかいので本当に噛むのがすごい楽ですね。そこ なのでちょっと噛むの大変な方いいと思います。お味はマイルドですか？お味すごくマイルド、それもいいなと思います。味はクリーミーなの？クリーミーというよりはお肉の味がすごいする感じ。あ、そうなんだね。うん、上に野菜が、カリフラワーとブロッコリーが入ってる。ブロッコリー、あ、ブロッコリーはちょっとレモンの、レモンがかけてある感じで、あ、レモンがお酢かな。ちょっとさっぱりする感じですね。全体的にさっぱり。チーズも乗ってるね。チーズもこれね、パルメザン、パルメザンが乗ってるんですけど、でもねこれねこっちとこっちだったら、お肉だったらお肉の方を選んだ方がいいんじゃないかな。ちょっとお腹空いちゃうかも。軽いんだね。うん、じゃあパスタディッシュって感じ。そうなの、これパスタディッシュですね。なるほど、じゃあね、スチさんにもう一品頼んだ方を食べてもらいたいと思います。はい、もう一品はですね、こちらの一番人気のメニューということで、ポークシャンク、骨入り、骨付きのポークの塊の、煮込みですね。いい香りするね、やっぱり。はい、こちらの方ね頼んでみました。いや、これは立派なお肉。これね1インチぐらいあるね。太いんです、すっごく。1インチはね 2.54 ですよ。分厚い。そう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 、お肉がホロホロと崩れるよ。柔らかい柔らかい柔らかい。
これポークなんですって。ポークの塊ですね。あ、いい香り。あ、すごくいい香りする。すごい湯気が出てる。湯気が。あ、いただきます。うん、柔らかい。うん、これはね、お肉のね、あのポークの嫌味さが全くないので、すごくお味もいいですし、このソースも、うん、おいしい。で、下の付け合わせはこれね、マッシュポテトと、あとこのね、お肉の肉汁、すごくおいしい。へぇ、うん、組み合わせて食べたらすごくいい感じ。これもね、なんかさっぱりした味がちょっと入ってるので、なんか味変でね、ちょっとこういただける感じで、いや、これすごいおすすめなの分かりますね。でね、うん、私たちここに来たのは2回目でですね、はい、前回の、うんうん、あの映像の様子はこちらにあります。こちらです。で、その時はですね、プライムリブと、あと今日のお魚、バターポーチのね、お魚を食べたんですけど、はい、4品の中でどれが一番スチさんはおすすめですか？あのね、お魚も良かったんですけど、これもいいですね。いや、これ一番かもしれないな。なるほど。はい、でね、こちらですが、招待状いただきました。イーブルクイーンからの招待状で、こちらを持って、女王様のところにご挨拶に行くという仕組みになっております。ドキドキします。 You can put your phone right there if you want.あのシークレットは、シークレットをギブアウェイしたらシークレットじゃなくなるじゃないですか。その通りです、その通りです。何が面白かったってさ、すごい素敵だし、あの、ね、プレジャー is all mine じゃなくて all yours だって言ってたよ。あなたがさ、あの、会えてよかったでしょ。そういうことすか。自分大好きちゃん。自分大好きです。うん、いや、よかった。あ、いいです。はい、素敵でした。素敵でした。顔で演技がすごいです。すごかったね。Poison apples, dark chocolate mousse, chocolate tack on top. Cheese break bite like an apple crumb pop. Todman's box, giving you gifts of... Okay, Gary. Nice. Thank you. I didn't want to voice bail it. Chocolate hearts. Nice. Hi, dessert.時間です。これもね、プリフィックスメニューの中に入っているので、まあ、すごいですね。3種類のデザートがあります。で、こちらはやっぱりね、リンゴ、毒リンゴです。中に何が入ってるんでしょうね。さあ、いただきます。あ、中ね、2層になってますね。下がチョコレート、上がちょっとね、バニラっぽいのかな。で、周りがキラキラしてますよ。いただきます。
クリンゴじゃなかった。でも甘さはそんなにね、すっごい激甘じゃなくて 3.5 ぐらい。あ、来ましたよ。はい、コーヒーをね頼みました。私たちで、あのスッチさんはお茶ティーをね頼みました。こちらの方ね、ディカフとカフェイン入り選べます。 Thank you so much。はい、いただきました。ティーじゃないのに、あれあれ、コーヒー来ちゃった、ね、コーヒー来たの。いいよいいよね。まあまあまあ、ね、甘さ控えめ 3.5 で軽い美味しさ。さあ、じゃあ次行きましょうか。はい、次はね、これドーピーの、なんだろう、面白い形だね。これチョコレートっぽい色です。カップケーキじゃない、柔らかい。ムースムースだよ、ほらムース。これね、お子さんが好きそうかもしれないね。うん、甘、これは甘い。これ 4.5 5段階中 4.5。 ちょっとね、今歯に染みた。おい、あ、でもそこまでじゃないな。あれ不思議だな。じゃあ甘さがグッとくるけど、くるけど、あとスーッと引く感じ。引くんですね。でもね、なんかゼラチンな感じが美味しい。なんだろうこれ、食感が滑らかなんだけど、なんかちょっとあのコシアンみたいな、なんかちょっと何か感じる。そういう感じなんだね、うん、はい、じゃあもう一つ。でもこれすごく美味しい、可愛いし、いいと思います。おお、硬いのかな、どうなんでしょうね。いただきます。あ、硬い硬い。これはね、これはこうやってかじって食べたらいいかも。メレンゲです。あれ、でも中身が出てないよ全然。メレンゲの下になんかちょっととろっとしたものがね。レモンカード、レモンジェリーかな。何でしょうこれ。ん、あ、酸っぱ、レモンでした。酸っぱくて甘いのはわからない。これメレンゲと一緒に食べるとちょうどいい感じかな。おっ、おいしい。Hi to my friends. Thank you, Dopey. Really appreciate it. Bye. Dopey, come by. Yes, thank you.連れてきてくださったので、あの We haven't seen Dopey みたいな感じで言うと、うん、Can we meet him? とか言えば、あの連れてきてくれますので、ぜひぜひね、あのまだ見て、まだ来てくれてないよ、でもお会計になっちゃったどうしようっていう時はね、ぜひ言ってみてください。 We have not seen 何々。 We have not seen 何々なので、 We have not seen Grumpy とか、 We have not seenですね。はい、キャラクタースノーワイトとグランピー、ドーピーは各テーブルまで来ていただけるんですが、はい、クイーンはどうでしょう。はい、クイーンはね、招待状をねいただけるので、それを持って会いに行くというねシステムになってございます。はい、そちらの方はね、ウィンドウが、時間のねウィンドウがありまして、もう10分以内に来てくださいと言われましたね、今日はね。はい、なので注意が必要です。あのですね、デザートの方なんですけど、はい、どれがスッチさんは一番、はい、スッチはね、ドル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 、はい、こちらのリンゴが一番、リンゴ、はい、チョコレートムースが美味しいと思いました。で、こちらも美味しかったけどね、これちょっと酸っぱすぎたので、はい、こちらが一番ね、いい甘さの塩梅だと思いました。
コーヒーいただいてると思うんですけど、はい、こちらの方はご料金に含まれていたんでしょうか。はい、こちら料金に含まれています。なので初めにね、冷たいアイスティーを頼んだんですけど、違うドリンクをね頼んでもこちら料金は含まれていますので、追加料金は取られません。グッド。はい、今日はアーティストポイント、アーティストポイント with スノーホワイトのディナーにね、やってまいりました。このキャラクターグレーティング、いやー、本当楽しかったですね。次々とね、キャラクターたちがね、日本から出てきてね、元気よく踊ったりこうしてくれるので、楽しい時間を過ごすことができました。また、ビューティフルクイーンにもね、こうね、かっこいいビューティフルクイーンにもお会いできたのも素敵でよかったです。白雪姫もとても。ご飯の方はどうですか？ご飯はとっても美味しかったので、こちらね、もしね、キャラクターがいたくても、このお食事だったらまた行ってもいいなっていう感じですが、でもやっぱりキャラクターがあることで、ね、より楽しくて過ごすことができました。食事のペースは、食事のペースはさっさっさとね来てくださるので、それはねもうすぐよかったですね。遅いんじゃなくて、そうですね、お料理がね来てくれたら、コースの割にはすごいテンポがよく出てきます。そうでしたね。で、今回ね、サーバーさんもとっても気が利くね、ドナルドさん素晴らしい方でしたので、すごい心地よい、居心地よくね過ごすことができました。はい、こちらのねレストランの様子をお届けしましたが、お楽しみいただけたでしょうか。またね、いろんなねディズニーワールドのレストラン皆様にお見せしたいと思いますので、ぜひぜひね、これからもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。この動画が よかったよと思ってくださったら、高評価ボタン、またね次の動画を見逃さないためにもチャンネル登録、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。そっちはまたシルベールと、あ、タカシは、しがないサラリーマンのタカシ今日は先生で来ています。ビルダネスロッジのマーカンタイルショップですね。お土産見に行きましょう。はい、わー、何かいろんなものがなんか見えてるよ。普通に50周年のが売ってる。あ、ほらこれみんな欲しかった分じゃない？ 19.99、 かわいい。これではないよ、ね、ポッポいるよ、うん、これではありませんね。でもいいね。このマグカップも素敵。これスープのカップにできそう。 22.99 です。あ、チョコレートのセットもあるし、あ、このノート好きの方 22.99。 もうさ、50周年じゃなくてルービックキューブ、これいいな。え、これ50周年のルービックキューブだよ。まあ似合ってんね。19.99。え、これ欲しい。いいな。すごい。すごい、これ。12.99。え、安い。かわいいよ。そこ。かわりだよ、あなた。はいはい。はい。あ、50周年のポストカードもあるよ。見て見て。ポストカード見たいっておっしゃってた方いらしたので。わ、すごい。立体的。お値段書いてません。新しいです。ちっちゃなドリンクが、ね、布ですね。なんか使いやすそう。ソフトだね。ソフトケース、すごく159ドル。159ドル、小さい方がね、持ち込みサイズかな。で、大きい方が199ドル。あんまりお値段ね変わらないね。このリュック、あ、なんか使いやすそう。ちょっと見てみようか。はい、横ドリンクホルダーがあって、うん、結構ね薄っぺらい感じなんだけど、横に広いね。50ドルですね。なんかね、これちゃんとここに通せるのが、ラゲージに通せるのがついてて、ちゃんとここにねパッドもあって、腰のランバーサポートがしっかりしてますね。中は、すごい
そうか、じゃあ旅行に特化してますね。なんかあちゃんとオーガナイゼーションはついてますね。これコンピューター入れられるよ。いいですね。すごーい。でね、一番売れてるんだろう。あ、こんなんついてる。これね、USB ここに挿して、充電ができるようにできてるね。これはなかなかすごい。今時って感じ。あ、これが一番売れてますね。1個しかない。大きいね。大きくてずれそう。まあ、スイッチにはね、でかいよね。スイッチこれはちょっとずれちゃう。35ドルですね。しっかりしてるよ。うん、で中はね、でもポケットが1個ついてるだけかな。うん。うん、でもなんかね、たくさん入りそうで、もうお土産大変ですね、これね。みんなが欲しいけど盗まれるっていう噂の。ねえ、これおいくらなんだろうね。おー、159ドル。はい、っていいですね。なるほど、ディテールがいいですね。で、奥の方はおいくらかな。ちょっと見てみましょう。これも軽いですね。これは199ドルです。はい。これはね、ペコペコしてます。ね、ちょっとなんか弱そうな感じするな。まあ、多分凹みますね。50周年のお靴ですね。44.99 ですね。子供さんのサイズのものですね。で、クロックスもありますね。でも、ゆるだやすいやつたくさんありますね、50周年のグッズが。びっくりしちゃいました。あれ、あれあれ、チップとデール、一緒に売ってるよ。まあ、ペアですね。あ、これも可愛いね、50周年の。これいいね。すごくいいね。これ欲しいね。まあ、お顔がね、それぞれ違うということで。かわいい。あの、ウィルダネスロッチの、あ、これ、あの、例のミッキーさんじゃない？やだ、いたー。例のミッキーさん。あ、プルートいたよ。プルート出た。これっぽくない？あ、これ、ウィルダネスロッチの。トーテムホールですね。すっごいウッディ。ウッディ？あ、これ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 。あ、出たね、これがね、あの、そこに飾ってあるもんね。ちゃんと後ろに。あ、かわいい。いいですね。こういうのなんかいいよね。こう背中なんですね。これは変わった色だね。でもあんまりないような色ね。え、ディズニー自然界って感じ。 36.99 です。これはちょっとね、分厚い感じなんだけど、ポロシャツ的な、結構分厚くて、ウィルダネスロッチ45ドル。これかわいいね。スマッキーかな。女性。でもよくわからないね。どの、あ、これ、はい、グランピーですよ。グランピーフォーライフ。怒ってんの？一生かい？一生怒ってんのかい？ずっと怒って25ドルです、ね、あ、25ドル怒ってる。こっちは何だろう。これはランチフライだけど、バケーションクラブだ。あ、 DBC 限定、見たことない。これ DBC バケーションクラブのだ。すごいね、すごくかわいい。これ、うん、いいじゃん。ちょっと写真撮ろうかな。おいくら。ランチフライだね。もう見たことない。すごいかわいい。75ドル。あ、まあこれ普通の値段。かわいい。これ見たことない。これもだね、バケーションクラブ。これも可愛いよ。こっちはね、ちょっと縦長。いや、てかこっちが Good times begin。 こっちちっちゃいよ。まあそっちはね、こっちはね、うん、ちょっと大きめなのね。バケーションクラブ、うん、なかなかいいですね。新しいラインナップですね。素敵。こちらの方、これでも可愛いね、欲しいね。確かに。これ好きじゃない。あ、スピードチャージだね、うん、後ろはどうなってるんでしょうか。はい、バケーションクラブメンバ ー、 あのラウンジフライ。すごい、あのミッキーさんが忙しそうなんだね。あ、いや、まあ、あのこのね、あ、忙しい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 っていうね。あ、忙しい忙しいっていうね。タンブラーでもマグも可愛いし。あ、確かに。あ、マグの方が可愛い。マグはおいくらでしょうかね。マグ可愛い。これ可愛いな。 19.99。 あ、手頃ですね。これコーヒーとか飲むのにもなんかちょうど良さそうな。これ多分ね、保温ができるやつですね。うん、30ドル、うん、なかなかですね。なかなかいい。ウィルダネスロッチのこれはあのバスローブ。あ、99.99。100ドルですね。あ、これまだ売ってるね。これいいよね。すごい使いやすかったですね。うん、あ、ウィルダネスロッチの子供 T シャツ。XS でこの大きさ。25ドル。かわいい。
こちらね、ウィルダネスレッドッジって書いてて、うんうん、で表がこうなってるんですけど、うんうん、お値段書いてない。またお値段書いてない。このちっちゃいバージョンは、これは、はい、ちっちゃいバージョン、これあお写真とか上に挟めますけど、ね、あこちらは、あ、これ16.9円、これお値打ち、安い、いいですね。あ、このタンブラーもいいですね。はい、26.99円、はい、で、あのこれはちょっと持って帰るのがきつそうなやつなんですけど、はい、こちら 22.99 です。飲みにくそうだな、これは重いですね。はい、はい、あとはこういったウェルダネスロッチの絵、これ2022って書いてるね、に書いたんじゃない、ね、なんかね、こんなのもありますね。あのマグネット、これカーマグネット、I'm a grumper, not a camper. グランピング、要はね、そういうことですね。グランピングって何？グランピングは、あのもうそこの施設を使ったキャンピングみたいな。ちょっとこれ何？そっちの方は、まあ、オレンジバードとか、あ、バードちゃん、ウサギとか、あのこれはね、どうでもいいものがありますね。あのオレンジバードと、あのジューディーっていう私のね、うん、キャラがね、並んでます、はい、このお店ね、すごく大きいです。すごい充実。ここってさ、外にあんまり出れないからショッピングのとこ大きくしてるのかな。あ、まあそれもあるけど、あ、これさっきなかったけど 29.99、 これお値打ち、うん、かなりでかいよこれ。まあまあお写真はね、うん、まあ、こちらの方はですね、基本的に、まあ、DBC のプロパティもあるので、そういうサンドライのものがあるねっていう、お酒とかもドリンクとかもありますね。あ、パンパースもあるね。あ、そこパンパース的な、あ、まあパンパース的なパンパース、パンパース的なものもありました。あ、これは初めて見たな。男性もののジャケットになりますかね。デニムっぽいけど75ドルですかね。探検ハットがありますね。おー、探検ハット来た。これでもさ、探検ハットだけど、これディズニー色はないよ。あ、違うね、もうすごいアウトドアっぽいのですね。アウトドアです。本格的な探検隊だと思います。あります。一応、あの、じゃあウィルダネスロッジのグッズはここだけということでいいでしょうか。そうですね、あとそこにあります。あ、これ見ましょう。あ、これね、やっぱ白雪姫のとこだから。あ、そうだね、これさっきのイーブルクイーンボックスって書いてありますね。面白い。こんなのもあります。これね、なんかあの民芸品っていうか、竹でできてますっていう。すごいすごい、これ結構お高いんじゃない。65ドルでした。はい、スノーホワイトエンドサブンドワーフ。おお、まあジュエリーボックスですかね。ね、すごい。いかがでしょうか。55ドルです。ここね、バンビちゃんのなんですよ。 あのね、あのボールドエッジの方がですね、一応バンビちゃんのテーマなので。39.99、これ女性ものだと思います。うん、でこちらはスノーホワイトですかね。はい、スノーホワイトが、で一応バンビちゃんとかありますね。ディテールは結構しっかりしてると思います。うん、36.99 で、これなんかね、あの絵が肝になってるの で、うん、であと、あの生地がすごく柔らかい。柔らかい。マジックバンドプラスがね、こうやって売ってますね。ちょっとね、まあ下の方がスタンダードっていう、ただ色が違うだけなんですけど、まあ、上の方がお高い。お値段的には10ドルずつ違います。うん、でこのチャージングのケーブルが 7.99 で売ってますね。結構高いわ。ね、どうなるのかね。はい、でこちらの方はね、ダンボのものですね。これは可愛いね。これは可愛いわ。これが、カルーゼルのですね、すごい素敵な柄ですね。これがピーターパンなんで、ピーターパンの方はね、あのカバンが残ってませんね。これは何？これはカルセル。カルセルです、はい、これはシリーズ7になります。これは素敵ね。
で、あのこちらの方がシリーズ8ですね。すごい、これ50って書いてあるの。あ、まあ、これ一応50周年なので、ね、書いてあるの。そうです、すごいね。はい、あ、まあすごいですね。じゃあ、そっちさん、そろそろ閉めてもらいましょうか。はい、はい、お店の感じはこんな感じ。